北朝鮮支援で林外相が大炎上。22日に林外務大臣が次のような発言をしてしまい批判が殺到し大炎上してしまっております。簡単にご紹介いたしますと、北朝鮮における感染拡大に関して、あそこの国とは国交もない。だから放っておけばいいとはなかなかならない。世界全体で立ち向かわないといけない。 北朝鮮の状況をよく把握する努力をしなければならない、などとなってしまっておりまして、まあ、こちら北朝鮮を支援する意思を表明したと受け取られてしまっておりますが、まあ、すでにアメリカと韓国政府が北朝鮮を支援する意思を表明しておりますので、まあ、このアメリカや韓国政府に足並みを揃えた形になっているのかなと思われますが、現在北朝鮮は すでに中国に支援を要請し、中国の医者などが派遣されているのではないかと見られておりますけれども、こちら、北朝鮮が公式に支援を要請するのであればまだしも、いまだに北朝鮮はワクチン支援の国際枠組みを経由した支援すら拒否しておりますので、支援のしようがないのではないかと思われます。また、過去の人道支援が軍事転用されたとの指摘もあり、 医療支援を行っても、それが北朝鮮内で活用される保証がございません。転売されて核ミサイルの開発などに悪用される恐れすらございます。日本政府には前のめりで支援する意思を表明するのではなく、北朝鮮の出方を見守り、公式に支援の要請があれば、そのタイミングで検討していただくようにお願いいたします。 以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。